田中一志、田中一志、田中一志、1947年1月15日体は、日本の外交官。公益財団法人日本国際交流センターシニア、フェロー、東京大学大学院、公共政策学連携研究部特任教授、株式会社日本総合研究所、国際戦略研究所理事長。財産フランシスコ総領事。 外務省経済局局長、外務省アジア太陽州局局長、外務審議官などを歴任した。京都府京都市生まれ。父は、総合商社日商祝い、後創日元会長の田中翔一。府立落北高校を経て、1969年、京都大学法学部卒業後、外務省に入省。1972年オックスフォード。 大学政治経済学習士課程終了。退官後は公益財団法人である日本国際交流センターにてシニアフェローに就任した。また、東京大学の大学院では公共政策学連携研究部の特任教授を兼任し、いわゆる公共政策大学院の講義を担当している。また、日本総合研究所においては、 国際戦略研究所の理事長を兼任している。2002年の日朝首脳会談をめぐって一躍有名となったが、在職中から論壇で様々な主張を行っており、外務省の論客として知られた存在であった。入賞当初は経済協力、援助を手掛け、日本最大の援助対象国であったインドネシアにも勤務している。 1979年の米大使館赴任以降は、対米関係の専門家として、安保、政治、経済いずれのポストも経験した。日米経済関係を担当する北米第二課長時代は、日米半導体交渉で、 安保を担当する北米局審議官時代は1996年4月の在日米軍普天間基地返還合意で、それぞれ第一線で実務を担当したとされる。また1996年の日米安保共同宣言の外務省における責任者も務めた。東アジア外交との関わりは1987年の北東アジア課長就任以降と比較的遅いが、 囲碁朝鮮半島問題に様々な形で関与することになっていった。同課長時代に起きた大韓航空機爆破事件をめぐって犯人の金券機とソウルで面会。その後在家バコリアンの帰国支援に関与したほか、総合政策局総務課長時代には北朝鮮核危機1993年における機関理を手掛けた。米朝枠組み合意後のけど設立における 日本側の実務責任者でもあった。同じく総務課長時代には、アジアとの平和友好交流計画、村山団は、アジア女性基金設立のいずれにも携わった。小泉純一郎政権の2001年に、アジア太陽州局長に就任すると、同年末から30回以上に及ぶ、北朝鮮代表者、ミスター X との水面下の交渉を担当。官邸、 外務省の限られたスタッフしか交渉の詳細を知らないという極秘の形で進められたが、総理とはこの間80回にわたって面談して、官邸主導のスタイルで北朝鮮側との信頼関係を築き、2002年9月の歴史的な首脳会談実現の立役者となった。新洋総領事館北朝鮮人亡命者、駆け込み事件では、川口淳子外務大臣より、 訓戒処分を受け、給与 10%1 月分を自主返納した。首脳会談を実現させ、拉致被害者の帰国に導いたことが高く評価され、一官僚としては異例なほどに、田中の名前がクローズアップされたが、他方で交渉の中で日朝国交正常化を優先し、拉致被害者問題を軽視したとの批判もなされた。普天間基地交渉でも行われた。 隠密交渉を好む秘密外交スタイルとも相まって一部のマスコミから強い批判を浴びた。なお、同年10月に帰国した拉致被害者5人については北朝鮮への一時帰国が事実上合意されていたことを明らかにしている。また、2002年8月30日の政府による首相訪朝発表から同年9月17日日朝首脳会談までの 間の2回分の交渉記録が外務省内に残されていないと報道されている。こうした批判は一部でエスカレートし、2003年9月には、建国義勇軍国族性抜隊を名乗る右翼団体によって、自宅ガレージに爆発物が仕掛けられる事件が発生。この事件に対し、石原慎太郎東京都都知事は、売国的行為をしたのだから、当たり前の話だと思うとコメントした。 同年12月12日の東京国際フォーラムで開かれた日本とアセアンとの交流を念したレセプションでは拉致議連の顧問を務めている中川翔一経産省、当時に対して大臣、北朝鮮のような小さな問題ではなくもっと大きなことに関心を持ってくださいよと発言し中川は北朝鮮による拉致で子供や家族が26年間も帰ってこない人たちがいる それでも小さい問題なのか。あなたみたいに北朝鮮のスパイみたいなようなことをしていてはダメなのだと、どしたと伝えられる。2003年5月23日に開催された日米首脳会談において、小泉純一郎首相、当時が拉致問題などの平和的解決のためには対話と圧力が必要だ。産経新聞2003年5月25日と述べ、ブッシュ大統領。 当時が賛同するという経過があったが、外務省の会談説明資料では、対話と圧力が対話のみに改変され、同行した田中が、圧力という言葉は北朝鮮を刺激するとして、手に削除し、このことに気づいた安倍晋三官房副長官、当時が最終的に対話と圧力に戻したという。2005年、外務審議官、政治担当を最後に退官。 大使への転出打診を辞退し、研究職について、執筆、評論活動を行っている。第45回衆議院議員総選挙において、対象した民主党の鳩山幸夫政権に起用されるとの報道が一部でなされ、拉致被害者の家族会とそれを支援する、救う会が強く反対する声明を発表した。ただ具体的に田中が起用される動きがあったわけではなく、 民主党政権の対米、東アジア外交については、批判的な立場からの論評をすることが多い。2015年12月9日には、県政記念会館において、辻本清春議員の政治活動20年へ、感謝と飛躍の都度院東京という、政治資金規制法に基づく資金集めのパーティーに参加している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。